ぱり鈴木、あーめっちゃ餃子食ったわ。餃子を作って餃子を好きなだけ食べてみたい。餃子ってうめえよな。なんか最近さ、もうなんか自分で作るからあんまり店行って食わねえんだよな。店行って餃子自体がさ、結構こう食える店が限定されるというか、まあ王将とかか、王将とかバーミヤンとか、まあ、北海道なら三好の餃子とかなんかそういうところにあるのかもしれないけど、あんまり外で食べるっていうこともなくなったし、冷凍とかさ、生のやつとかわざわざ買ってきて食べるってこともあんまなくなったからまあでもなんか好きなだけ食べられてね、いいよ。だって40個ぐらい作ったけど、もう俺別に一人で40個食ったわけじゃねえけど、40個ぐらい作ったけど、材料費としてはどんなもんだろうな。ひき肉が 200g でしょ。ひき肉 200g、 ニラ一袋入れたから128円。ひき肉が多分グラム100円ぐらいだから200円でしょ。白菜、生姜、ニンニクね、結構するか冷凍食品の餃子よりは高くつくな、多分。でも冷凍食品の餃子食いりゃうまいと思うんですよ、おそらく。王将とか、あーでも王将って餃子1枚何個だったっけね。でも8つとかじゃねえ。まあ俺が今日作ったやつ結構皮が小さかったからな。もっとなんか皮から作るぐらいになればおーってなるんだろうけど。貝原雄山は餃子対決の時、皮にこだわってたから。いつの間にかおっさんが死んでたそんなことを喋ってたらおっさんが死んでた。一回テントしといた方がいいな。これテントしてポーション買っといた方がいいわ。セーブじゃねえよ。テントでさ、完全回復してないような気しねえ。エーコの MP マックスまで回復してるか、これ。してないよね。そうか。ってことはコテージがあるのか。あ、そうか。剣買うとか買わねえとか言ってたな。買っとくか。癒しのロボット。魔法のラケット。妖精のファイフ。サイプレスパイルは買ったんだっけ。なんか買ってない気がするな。これ円月輪って何だ。これ何に使う。誰が使える。じゃあエゴイスト、あ、ダイヤの方が良かったか。いろいろしくじった気がする。ブリガンダイ、クロスヘル、やばい、金が、ポーション買う金がなくなってしまう。ポーション売ってねえし。ポーション売ってねえし。マジか。オートポーション、オートハイポーションとかになんないのこれ。リーティーアップ。もう終わりか。熱せず冷ませず。パワーブレイク、攻撃力を削るみたいなやつか。まだ終わってないんだよな。ホワイトドローン、もうちょっと待って。エスナ、ヘイストリジェン、ミニマム、じゃあこっちだな。
あ、こんなもんか。オートハイポーションを探して俺は旅に出なくてはいけない。必ずこれ出る。もう体力2000いきそうだな。結構早いな。早くもないか。まあもう20時間近くやってるからな。そんなに、なんかべらぼうな寄り道とか俺してないはずだから、まあまあもう、実はもうまあまあ終盤なんじゃない？俺はなんか中盤ぐらいだと思ってたけど。うん。どうだろう、なんかさ、4とか、4はそうでもねえか、5と6はさ、割となんか前半後半ががっちり分かれてるから、世界がこう変わってしまうから、なんかあそこで、ああ、なんか後半だな、みたいな。フィールドマップの音楽変わるしな。これが入り口なのか。でかっ。どうやったっけな。ええ。招かれてる。あれも安納薬。この宝箱はちゃんと回収していきたいんだけどな。ライジングサン。何ライジングサン。投げるやつでしょ多分。あれ誰が使うの。炎月輪とかの時も思ってんだけど、誰が使うの。そうだよな。え、投げる専用の武器です。アイテムとしては使えず装備もできません。投げる？投げるっていうコマンドがあるんだな。投げるっていうコマンドがあって、誰かがそれを使うんだな。誰が使う？そのアビリティが出てくるまで待つしかない。エリクサー。え、何これ？赤くなったけど。赤くなるとどうなる？大地の衣。英語でしょ。そう、ああ、でも、防御力の上がりが、上昇幅がすげえな。そしてなんであいつあんなとこに、どうやって来たの、ここまで。敵出ねえの、おいでここ。ここもセーブできんのかい。セーブポイントが、細けえな。かがれび感が地形みたいなことになって。かがれびの間と間が地形と怒る人いるから気をつけた方がいい。休憩所見て置くんじゃねえみたいな感じでさ、怒ってくる。ソウル信者もいるから気をつけた方がいいです。エメラルド。ヘイストか。確かにね、もう、ヘイスト持っとくとな、結構、いいかもしんないな。レベル上げの時とか、殴るよりかは、ヘイストかけて味方の回転速くした方がいいかな。まだ欲しい。ドッペルゲンガー。おうおう。お？みんな無視して後ろを殴りにかかってた。それでいいのか。俺がジタンだ。は？え？何それ？じゃあもうジタンいないからほっといていいんじゃん。死んだ。あ、弱。先にやっとけよ。また来たのか。じゃあいいや。
だってああまあ攻撃はしてくるけど時短以外は殺しては来ないんでしょ。こんなこんな偽物とはいえ時短が粉々になったけどそれはいい。それに対するなんか両親の呵責みたいなものはなんかねえの。はい、どこ行った？ちょっと整頓してでもハイポーションもなんかもう変える頃になったらもうあんまいらねえなっていう感じだな。ちょっと回復の量が少なすぎる。あれ動かねえ。変な天井の物体。あれ俺どっから来たの？あ、これか。分かりづら。星。母なる寺。うん、読めないな。読めないか。文字が語りかけてくる。なのに全部読めない。中途半端すぎるやん。ちょっと待って、宝箱がそこにあるんだ。シールドアーマー。盾なのか鎧なのかどっちかにせえ。まどろみの術。どっちつかずとはまさにこのこと。ここは開かないみたいな。ああ、わかった。そっか。赤にしたら右の扉が開いて、青にしたら左の扉が開くとか、なんかそういう中途半端なギミックなんじゃない？よくわかんないけど。適当に転がせばいいんじゃない？ボーリングシューズ、ボーリング。フェザーブーツ。それは持ってる。違うか。え？あれ？無限ループって怖くね？あれ？どこでループしたこれ？どうする？そしてどこでループしたの？力出す気。ああ、なるほどね。分かった。順路じゃねえや。どうやって来たのかは分かった。そっからも行けた。あれ？これもう反応ねえぞ。どうすんだこれ。これを赤と青で切り替えて進むみたいな。よくわかんないギミックだと思ってたんだけど、違うみたいな。あれ？じゃあ途端に行くところなくなったぞ。
買ったばかりの剣を宝箱にしまっておくのもいいし。どこ行きゃいいんじゃん。どこじゃ。やっぱ動かせるんじゃないの気分。もう全く何の反応もしないんだけど。あの通路どっか上とか下とか行けたか。あ、なんだ？反応がない。順番がある。古代船。歴史上最も古い。戦闘用の船。造船技術低い。インビンシブル。よく聞く名前だ。出るんかしかガルーダしねいまた分からないこれガルーダじゃねえなこれガルーダかガルーダだシャーキンじゃないガルーダだよ今いやシャーキンっぽいな今の俺のしねいはどっちだっけどっちも大して変わんねえから区別あんまつかねえし。ん？あれ？なに魔法使わねえんだけど。なんで？え？魔法使えないんだけど。どういうこと？あ、そういえばなんかこんなが魔法使えないとか言ってたな。変態パンツが。そうか。消えた子、あ、じゃあ栄えた頃の都市。繁栄しすぎたため、枯渇、衰退の道を。最盛期に、テラの各地に点在した都市。テラ、死におったか。はい、これもわからないと。やがてこのように衰退していって。衰退か。衰退か。どっちだ衰退か。
これでドア開くかな。これで開くようになってんじゃん。本当に開いてる。こんなギミックが分かりづらすぎるもん。なんだろう、トランプのみたいなやつがいっぱいいるぞ。え？何か言ってる。来訪者たちを目の前に見える石に乗るがよ。意識に直接語りかけてきた。どうでもいいんだけど、この国のやつらってみんな標準語なんだな。言語統一されてんだな。すごいな。クジャの言ってることもカバの言ってることも全部同じなんだな。何の話してんの。急に話がでかくなってきた。何の話してる、線香。話が長い。もう乗れないのか。で、どうす、さっきのところ行けばいいのか。彼すれギミックだな、あれ。わかんなくて、積むやついるだろう。わからなさすぎて。なんだこれ。カエルみたいな顔になったけど。また世界が割れる、二つになる。じゃなくてあれか、 FF5 は世界が一つになった。やったね、大ちゃん。大陸が増える。出た。手すりなしジェットコースター高速バージョン。これなの。何がって、モロ。なんだこれ、スパラボみたいになってる。あ、そうか、魔法使え、しまったな、これ。完全にお荷物じゃねえか、これ。ああ、ライアンもオートポーションあった方がよかった。でもオートポーションなんかさ、何の装備のアビリティだったのか全然覚えてないんだよ。売ったってことないだろうから、誰かが持ってんのか、何なのか。召喚は？うわ、召喚もダメか。これはきついな。
ジャンプあんま引かねえな。そしてなぜ俺ジャンプしたんだと、ジャンプじゃない、チェンジしたんだ。みんなクルクルしだして何の役にも立たなくなった。あんまり長引くパターンだな、戦いが。無駄に長引くなこれ。買った。操作です。死んでいく。あれやばい、舐めてたかな。やば、ダメだ。まあ何がダメかって、まあ一個要因を挙げると眠いすっげえ眠い。何やってんだか分かんねえもんこれはダメだ。レベル上げすっか、変化率低いもんだよな。レベル上げてもんね。A 子がかなりお荷物だな。これをどうすかだな。A 子さん全然死なねえな。どうでもいいけど。
もうなんとかしてくれ、こうなったら。その杖の、杖のパンチ力でなんとかしてくれ。あ、それがあった。あれ、おい。あ、でもオートハイポーションになってんの？よくよく見たら。となるとやっぱりオートポーションの技能欲しいな。他のやつ生き返らしたらなんとかならんか、これ。もうお前が倒すしかない。お前が倒してくれ。135という哀れな数字でそいつを倒してくれ。分身して4体とかにならなければいけない。結構長っ。戦闘が長い。前にセーブしたのいつだったっけ。結構バックか。まあいいや。全然死なねえなこれ。もう倒してくれじゃん。頑張って。リジェネとオートポーションが強すぎるな。もうパーティープレイだったら必ず寝てる。もうこれ実況だから、ある程度頑張んなきゃいけないんじゃねえわ。そんな、こいつ、こいつマジで死なねえんだけど。俺も死なねえし、あいつも死なねえんだけど。半年になりながら勝ってしまった。浮遊石のかけら。よく勝てた。ほぼ寝てたぞ。死のプレゼント。お、カエルが頑張る。カエルパートか。まさかのカエルパート。全部つければ大丈夫。雑な。本当にカエルパートナー。え？あ、
の鍵がさっき言った鍵に違いないけど。B を連打すると前進します。は？あ、そういうことか。結構緊迫した場面で悪ふざけを始めるんだね、お前は。対抗連射機能使ったのか、お前。死ぬことどうでもいい。やってることは大事なことなんだけど。いや、もうめんどくせえな。どうでもいいだろ、こんなの。誰だよ、これ考えたやつ。もう、わあ、もう、これを、こんなどうでもいいミニゲームを考えたやつが、まだこの世にいるっていうことが怖えわ、俺は。そりゃ FF15 なんてものができるわ、この世に。生まれるわ。生まれ落ちるわ。取ったらもういいのかよ。どういうことだ。天秤と重りがあるけど、重りを乗せる。何これ。いや、どう考えてもダメだろ。お前ちょっと考える。ああ、そういうことか。あ、それでいいの。これがクジャが作った仕掛けだと思ったらものすごくアホ臭い。もしかしてこの余り物パーティーで戦わなきゃいけない。まあバランスはそこまで悪くないけど、ああ戦わなきゃいけないんだよ。ああそう、バランスはそこまで悪くないけど、サラバンダーが結構強いからな。クイーナーとかどうもならんな、これ。グラビでブレイクコメント、おー、上級魔法一歩手前。まあ、ファイガとかブリザガとかサンダガがあるだろうから、まあ、その辺がまだ出てきてないから、まあまだ後半っていうほどでもないな。その辺が出てくるとついにいよいよ決戦の時は近いみたいなさ風に思うけど、いや、なんかさっきのさぶっちゃけさっきのなんかよくわかんねえボス戦の間ちょっと寝てたから元気になった。完全に寝てたからね、もう。完全に寝てて、もう死んだらそれで終わりでいいやと思ってたから。背徳の宮殿デザートエンプレス。なんだそれ。長え名前をつけりゃいいって思うか、お前ら。トムジビを飛ばさば道は開かん。
え？何するの？何がどうなってんの？何がどうなってこうなったの？つけたて。まだつける、まあ、全部つけりゃええやんって言ってたからな。本当に全部つけるだけだ。仕掛けの意味あんのこれ。仕掛けの意味あんの。間違えた。もう。あれ？ああ、そっか。え？ああ、そっか。閉まってるからダメなのか。そうだよな。え？ダメじゃん。これじゃん。こうか。そうだな。え？すべてのともし火ってともさめば道は開かれん。これは？これ違う。つけて。つけたで。あ、宮殿を守りし者よ、魔力を備えられし鎖より抽出したまえ。アンクル。宮殿を守りし者、属性を無効にする力を備えられるし、指輪を抽出したまえ。抽出。プロミストリン。あ、セーブできる。もう飲むかな、とりあえず。じゃあなんでこんなとこにモーグリがおんねんっていう疑問もそこそこに。とりあえず違う。もっとすげえいっぱいやるつもりだったんだけど、案外そんなにできねえな。ということがよく分かった。まあ、いや。まあ、この調子でいけば、あと、9月中にはクリアできるでしょ。ということで。